久保さん、今回、叶えるにしましょうか。叶える。まあ自分がこうしたいとかああしたいっていうのを叶えていく。それが人生じゃないですか。まあ、少なくともあの僕は叶えてきたんで、叶えてきた僕が言うならば、あの叶えると楽しいよと。逆に言うと、叶えられないとつまんないんじゃないかなと。叶えられると楽しいし、叶えられないとつまんない。だからそう思ってるんだけど、それが叶わない。ちょっとつまんなくないですか。叶えらまあ 叶えられるのか叶えられないのか多分叶えた方が面白いと思うさかなえられた方が <laughs> なんか七夕にね願いをみたいなねその願いが叶ったら面白くないですかいいですよねでそれを自分がそう思うことを叶,叶えていくっていうのがまあ人生なんじゃないかなとオリエさんはロケットなんか出したいっつってねロケットをこう宇宙に飛んでねお叶った 話ですよね僕はロケット飛ばしたいと思わないんで <laughs> 人それぞれは叶えたいものって違うと思うんですよでその叶えたいものにを手に入れるまあ物欲なのかなんか僕は堀江さんほど多分ねなんか物欲は邪魔みたいななんかもうあそうなんかスーツケースも僕車はずっと所有してたし <laughs> 所有欲はダメだみたいなねまあそれはその人のあれなんでまあ確かにまあ一理はあるんだけどもその人なんですよね だから結局最終的には自分が何を叶えたくてそれを成し遂げるために何をやるのかっていうのが極論かなと思いますね。いっってらっしゃい